いつか俺気づいちゃったんだ。この世界はさ、所詮幻なんだ。考えてもみろよ、この世界って何もかもお前に都合よくできすぎてると、そう思わないか。可愛い女の子はみんなお前の周りに集まってきて、俺はそれを見て羨むだけ。つまりこの世界はお前が主人公のギャルゲーなんだよ。よこせ、俺にも彼女を一人よこせ。さもなくばお前が俺と付き合え。待て、いつか。今日は逃がさないわよ。あんたみたいなナンパ野郎絶対。とぼけなさんな。あんたよその学校の女子生徒とデートしてたじゃない。いやいや、私はなんか年上の美人 OL と一緒にホテル街入ってくの見たって聞いた。私は10歳くらいの女の子の手を引いて裏山に。そうだ、このロリコン野郎、そこに直れ。昨日、青春の幻影。新天宮タワー見に行きましたか？そうですよね、何しろ町のシンボルですからね。前にもなんかこんな話を。いえ、そうじゃなくて、この場所こんな時間に全く同じような会話を。見せられてるような。あ、気にしないでください、私の思い込みかもしれないので。それじゃあ五日くん、気をつけて帰ってくださいね。なあ、シロ君、
ちょっとした事件がありました。ええ、天宮市に新しく建造されたタワーの件でね。はい、実は昨夜あのタワーの記録を調べてたんですが、おかしいんですよね。いいえ、その逆です。フラクシネスのコンピューターには天宮市はおろか世界中のあらゆる建造物のデータが入力済みのはずなんですが、新天宮タワーの記録がどこにも見当たらなかったんです。はじめは私もそれを疑いました。しかし我々がそんな凡ミスをするはずがありません。仮に考えられるとしたら、私が指令の画像を編集していた際、興奮しすぎてコーヒーをコンソールにぶちまけてしまったことがあるのですが、あの時点で異常が起こっていたとは考えにくい。大したことではありませんよ。まあ今度お見せしますよ。楽しみにしていてください。実は今回の異変の調査で、まあ大したことではないが、うん、助かった。おお、そうか。商店街の路地をちょっと入ったところ、ジャコウっていう看板に、シド、ごめんなさい。もしもし、精霊が、了解、急用ができた。この埋め合わせはする。シドウは安全なところにいて。シン、小鳥は別件で、あ、精霊、うん、空間神は起きてないようでは、静粛限界が起きたということかな。うん、確認してみよう。天宮市の結果、例のガーディアン絡みの霊魂、巧妙にカモフラージュされている可能性がある。少し時間をもらえるかな。そうか。では、小鳥には私から伝えておこう。AST のレーダーが観測したというデータも分析するため、今しがた飛び市折り紙の死亡が確認されたい。人目につかぬところでワイヤリングスーツを装着するつもりだったのだ。車道に飛び出した際、居眠り運転のトラックと衝突し、そのまま息を引き取った。どうやら
即死だったらしい。現場に急行するためとはいえ、彼女らしからぬ最後だった。シン、シン、シン、今救護班を向かわせた。この夢では誰も幸福になれない。いつか指導、次こそは幸せな夢を。